こんばんは。伊藤英明です。今からこの伊藤英明ヘアスタイルをですね、散髪してきます。まあ気に入ってないわけじゃないんですが、やっぱりちょっとボサボサのひどいので、ピシッと身だしなみを整えるという意味で今から散髪に行ってきます。よいしょ。はい、カードキーは持ちました。これは預けるタイプみたいね、フロントに。気に入ってないわけじゃないんだけど、駅の中に床屋さんがあったんで、そこ行きます。うまそう。小屋さん、キュービーカットだっけ。あった、床屋さん発見。よし、じゃーん。うわ、上手。めっちゃ上手。やっぱりバッチリ。さあ居酒屋行きたい。ビール。ラーメン屋さん。ラーメンじゃないな、やっぱビールだな。焼肉。肉も食べたいね。でもね、あそこにも居酒屋があるのよ。これ居酒屋、地下1階、明かりついてるよね。ここ行ってみようか。まあ、いっぱいいるもん。どっかに決めんな。あ、最高最高最高。ほら、あ、おむそば？これでいいやん。卵焼きは？いいか。
やばい。お先に枝豆です。はい、こっちから入れる。はい、枝豆。はい、はい、おー、美味しそう。ちょっとだけ、うまっ。うー、最高。クリームコロッケ、エビマヨ、唐揚げと、あらららら、ら最高。うまっ。あ、ちょっと入りそびれてしまった。ああ、そうそう、申し訳ない。ありがとうございます。エビマヨが1個入れそびれたと。お得、めっちゃうまい。これうまっ。あ、美味しかった。あ、さあ、すごいのよ。まだね、ご飯物がね、ラーメンぐらいいけるんだけど、やめとくか。特に買うもんないね。ご飯物がね、ないんでね、腹八分。こうしそうや。ただいま。あー、美味しかった。エビマヨが最高だった。エビマヨがね、ビールもやっぱうまいな。缶ビールとはやっぱ違うね。缶は缶だね。缶は缶。
よいしょ。